はい、こんにちは、くんです。ということで、今回は、あれだ、チラシとかを使って、商品の木箱をね、もっと一気に超大量に売れるようにしていこうかなと思います。超大量に売ればね、かなり、金策がやりやすくなるっていうか、ちょっと待って、まずい、丸太置き場がパンクする。ちょっと待って。どうしよう。縦切り丸太材、あーよかった。 これはゾンビ成功だね。ブドウはマジでゾンビ大失敗って感じだけど、これは成功って感じするわ。じゃあ大理石とかももしかしたらゾンビは成功するかもしんないね。ただポイントが青ポがちょっと なさすぎてちょっと無理だけど、今日ちょっと青ポ薬を買いに行きましょう。薬を。はい、で、ちょっと待ってね、銀焼かせとくわ。で、俺ちょっと思ったんだ、一番最適解が分かって、鉄を取って、鉄を持って帰って、鉄を取って、鉄を持って帰ってを繰り返し、あ、鉄を取って持って帰って繰り返すと銀もどうせ持って帰れるんだよ。で、その銀を焼きつつ、商品を作って、商品を売り飛ばしてっていうのを繰り返せば、もう無限にできるんじゃないかと。金策が。あ、これいいね。そうそう、これとそうだ、チラシは確か2個ポイントで入れるんだったな。ちょっと睡眠だけしとく、睡眠していきますか。睡眠しましょう。まずは睡眠してセットしてって感じか。はい、そしたら青ポ買いに行きましょうか。大理石の墓を作るためのものだね。次は、まあ、大理石の墓とか作るより先に金のことをやった方がいいような気もするけどな。はい、どうもありがとうございます。使います。はい、で、これでね、なんだっけ、磨かれた大理石じゃなくて神学の、そう、これがね、大理石墓標っていうのがね、アップ作れます。で、もう一個いくと、この掘られた大理石にできるんだけど、まあ大理石の十字架だけで十分だと思うけどね。9個、これで9プラスか。ちょっと計算した方がいいかもね。いろいろ計算は必要かもしれないですが。まあ、ともかくって感じかな。あとさ、ゾンビ採石 2? これちょっと取っとくか。ゾンビ採石2。で、ブドウからゾンビ回収して、ゾンビ採石の方を持ってこう。それがいいよ、多分。で、ゾンビ採石してもらいましょう。ブドウ一番いらんかったわ。で、そうだ、なんかケーキを売るとかいうのもあったな。なんかいろいろ金策はあるんだけど、なんかいまいちピンとこなかったけど、とりあえず商人のこの物を併用する作戦が一番いい気がするな。あー、なるほど。あー、どんだけ頑張ってもあと2ポイントしか上がんないってことか。評判が。チラシじゃあと20個作ればいいわけね。したらまあマックスで一応パレットは置けるということですね。1234567891。9×100、あ、1週間で1金と35銀手に入んのか。あー、まあこれをすることで、機械的にこれをすることで。あー、マックスでね。マックスでそれだけ手に入るってことっぽいね。このフルで置ければ。あー、まあ、でかいっちゃでかいね。でもさ、ちょっと待って、貴族の書類ってさ、
金貨12枚必要なんだよ。いや、やばすぎんか、さすがに。あ、むちゃくちゃな気するけどな。なんか無茶な気がしてきました、くんさんは。ちょっとあれ行きます、ダンジョン潜りますわ。思い出したようにダンジョン潜る。無茶だな、だいぶ無茶だな。新門館のビュッフェ使っても1週間に30銀だし、どうしたらいいのかね。だいぶ厳しい気がするけど、まあ銀とか掘りまくってって感じなのかな。あ、ちなみにね、このダンジョンの中にもダイヤとかあるらしいんだよね。だからまあそれはありだよね。ちょっと待って、どこ行った回復薬。向こういたか。あった。難しいですね。金12はさすがに、まあでもそれさえ終わればもうなんか達成したも同然っぽい感じっぽいらしっぽいけどさ、なんだここ、うわー広いな。おなんかあるやん、これは。あ、掘れないのか、つらしあるんだけどな。掘れない系のやつか、うん、もしかしてさ、これじゃね、ダイヤこれ入手しなきゃいけない説ない？うわマジか、やんない方がいいな。まだダイヤ入手できるかも、こっから。あー、ちょ待って、これはまだやらんことにしとくわ。ダイヤが収集できるっていう噂を聞きつけて俺ここ今やってきたんだけど、収集できなかったのに今なんか、なんか掘れないってなったけど、多分これっておそらくここなんだよ。あー、50と200、まあちょっとやりますか。頑張って作業しましょう。豚川市はあるから多分チラシはもう これでおそらく必要になることはなくなると思うんだよね。多分。あ、ペンとインクはないのか、作れない？ペンとインク。水。あ、羽がない。あ、了解。まあちょっとずつだけど、まあ、で、あ、レンズでこれすごいな、すごい、めっちゃ手に入ったぞレンズで。わお、これすごい。多分こう緑ポーはなんとかなると思うんだよね。だ、問題は多分
ほんなら青ポなんだわ多分。チラシはまだ相当いるからな。青ポか。まだ研究してない死体系のやつでさすがにないよな。全部完了してるよね、研究は。研究完了してるね。皮膚2個持っていくわ。あ、ホップ。ホップとかぼちゃの種と研究してないやつ。この辺も未研究か。よし、ちょっと持ってきます。で、羽はね、明日買ってくるから、まあ、ペンとインクは多分どうにかなるはず。それまでちょっと研究して200ポイント近くまで緑ポ貯めましょう。緑ポはここでいっぱいこのあるからどうにかなるはず。しょうもないなポイントが。おお、一体何なんだこの差は。一体何なんだこの差は。なんでこんなできたりできなかったりするの。よくわからんね。なんか粉とかよりはなんか作物とかの方がなんかポイントが手に入る印象だな今の感じ。ちょっと作物とか持ってくか。多分そうだよね。じゃあレンズ豆でも持ってく。麦の種とかこう しょうもないもの持っていきますか。グリーンゼリー一応持ってく。ピートの種、よし、これでいいや。これ全部研究しましょう。多分緑ポなんてもう終わりますよ多分。あと青ポか。青ポもこれで出せればいいのにね、もっと手軽に。出せなすぎだよな。多分金のやつの方が多分いいね。金を研究した方が多分プラスポイントが高いんだこれ。今見て思ってるけど、そんなこともない。今タイマーの種ですげえ手に入ったな。282、もういらんだけあるな。いらんだけある。あと青ポか。いや、ちょっとまあノリでノリで作って売る。せっかくっていうかまあね、あれだし。チラシのための羽をゲットします。こっか。で、あとやることが、一回戻るか。一回戻って、でチラシ書いて、フルまでパレット作れるようにして、でも一回あれするか。釘製作しますか。釘作りに打ち込みます、僕は。わけわからんな、釘作りとか。そういうゲームだから。はい。で、
でチラシを、何個だっけ、5枚、ん、5枚、あとあれだね、あとこれを2回すればいいのか。はい、 OK、 でこれで20枚作ったから、あと木の板を持ってってパレットを作りますか。うん、はい、これでパレット作ります。よし、ちょっと2日後までにはこれ、あ、もう一個作れるな、もう一個あるか、もう一個いこう。これ全部フルで使うのかな、本当に。まあ、使わない気もするけど、どうなんでしょう。よし、10個ゲットで、あとは持っていきますか。ただ木の板が多分足りないから、てか木の板つ、ちょっと待って、そういえばゾンビくん、あ、もうゾンビくん多分もう全部運び終わったのか、この感じは。よし、じゃあちょっとゾンビくんに仕事を変えさせてパレットを設置して、これで多分あの金作最強になります。1週間に少なくとも1は稼げるんじゃない、1金は稼げると思う、多分これで。ゾンビくん、君自分であれできたらいいのにね、こっち行ってあっち行ってって。はい、よろしく。まあでもこの作業だけで木が大量に取れるんだったらまあいいのか。ブドウやめさせてもいいけどな、ブドウ、あれ一番しょうもなくない。まあでもあれは大理石に使わせた方がいいか。ちょっとどうしよう、一回寝ますか。パレットお気に入ってから寝よう。パレットお気に入って向こうのだ、あの工場じゃなくて、あのあっちで寝るか、いや自宅で寝て釘作りするか。はい、多分そんないっぱい使わないとは思うけど、これでハイマックスです。 1,2,3,4,5,10 個か、10個同時に揺れるのか。あー、はい、これゾンビに無限に釘作らせることとかできないかな、釘製作工場みたいな。やってもあんま美味しくないか、そもそも美味しさなさそうだね。よし、気分爽快。ああ、ミスチャームに渡せるじゃん、そういえば。もうちょっとか。70個か。まあ、ミスチャームに渡さなくてもいいか、まだ。いや、なんか宝飾渡せると思ったけど、別に渡してもその即座に進行するわけじゃないから、いろんなクエストが。今はちょっとお金を集め続けるかいってことで、ちょっとお金を集め続けましょう。
でも時間はかかるのか、釘を作るのって。時間はめちゃくちゃかかってそうな感じはするよね。時間っていうか、こうゲーム内時間みたいな、こう掘られた石のかけらの方がまあ早いのかもな。どうなんだろう、一緒か。まあ別にゲーム内時間かかっても別にリアル時間と一緒だからな、これ。結局ゲーム内時間かかっても意味ないのか、そこは。あんま気にすることはない、ないかもな。むしろゲーム内時間たくさんかかった方がこう、周回してくれるから、曜日が。ゲーム内時間かかったはいいまである。2つか、1日丸1日やって2つか、丸1日のこのゲーム内の丸1日で2つか。やっぱ全部はいらんかったな、これ冷静に考えたら。全部多分やるのって無理なんじゃないか。多分もうそれこそ野菜みたいなこう勝手に育つやつを使わないと全部はできないんじゃないのかな。うまいこと結構回していかないと、野菜を。でもどうだろう、1週間ずっとこれをやり続ければできなくないか。10個取れるか、そのゲーム内1週間ずっとこれをし続けるみたいなことすれば、まあできるって気はするよね。そういえば銀のインゴット多分売りいけるよね。はい、銀のインゴット売りに行くか。あ、そう、実はね、こう、なんか、あの、パレット倍使えるらしい。いや、なんか、話に乗ると、この、オスの日あるじゃん。この日のオスの日、これなんか、カンブリみたいな、カブトムシみたいな日。これの、朝に、一回、パレットが全部リセットされて、夜にももう一回リセット食らうらしいのよ。ってことは、どういうことかというと、一日に2回、こう、実はいけるらしいんだよね。その修正を見てみる、なんか考えると、その修正を考えると多分20個いけるんだよ、パレット20個分1回につき。そんなに使うのかは別として、 そんなに用意できるかは別として、20個分の木箱は売れるんだよね、1日に20個ってことは、10個で1金と1金50金だから20個で3金だから4週間でいけるって感じか、日付上。あ、でもなんか売れてねえけどな。どうなんだろう、仕様変わったのか、今の使えなくなったのか。はい、意味あるかなこれ。意味なさそうなもん、ブドウの種これもらってんの意味ねえな。 こんなんブドウなんかやってる場合じゃねえわ。とにかく金回すわ。無限に作りましょう、釘を。それが一番楽。あ、しまった。いや、売ろうと思ってたんだこれ、忘れてた。ワイン、はい、全部売ります。2金いったか、あと10金やばくない、ちょっと。え、辛すぎんか。10金か。クソつれえわ。まあ、もう釘を大量生産する釘工場して、俺。
他基本的にいらん、多分他のもの。あでもそろそろちょっと鉄鉱石を処理しに行かないとまずいかもな。あ、転移石はまだだ。いや、鉄鉱石たまに処理行かないと、あのゾンビが運びきれなくなるから、ゾンビがこう持ちきれなくなって飽和しちゃうから、数が。これ体力上げる方法とかないのかね、スーパー職人みたいな。ないか。テクノロジー青ポ40か、買えばいいや。そんな買えばいいのか。あ、そうだ、ちょ待って、全然関係ないんだけど、大理石工場、石材カッター、ん、どこでできるんだ、ここか。石材カッター2、これか。大理石、これか。あー、かけらでいいのか、解かなくて。あー、ちょっと枠だけでも量産しとく。複雑な鉄部品と磨かれた大理石か。掘られた大理石ってど、掘られた大理石のかけら、あ、まあだいぶ辛そうだな、掘られた大理石のかけら。信仰がいるのか。こっちの方がなんか効率よさそうだね。こんな感じの調子で作れるのか。持ってくのがちょっとだるいって感じ。なるほど。掘られた石のかけら、やっぱ釘だと思うけどな。釘っぽいね、最適は。でこれで15銀手に入るもんね。これ100個作ったら、100個作ったらあれか、終わりか。なるほどな。はいはいはい、なんとなくノリは分かりました。あ、大理石なんで使えないんだこれ。墓標だからか。墓作、はい。うん、まあつけてけば、まあ大理石だらけにはできるけど、墓のやつって確か200だよな。で多分0に代替できるから、0プラス5で1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22。ちょっと墓の数が足らんか。単純にちょっと死体の数が足らないかもね、これは。死体をもう少し、なんか調達してもいいな。まあ、まだ先の話でいいんだけど。あと10体は多分下やっていいんじゃないか。いや20体か。あと20体分ぐらいは死体があっていいような気はするけどね。あと20体かな、大体ざっくり計算で。別に死体ある分はそれでいいかなって気がするし、まあいいか。とりあえず
ちょっとこの作業が終わったら。あ、てか、オスの日じゃん、そういえば。ほんと、これしかしてないって感じだね。で、釘。大釘工場。で、人参10個か。入れときましょう。だいぶ大変そうだけどな、あと20体の死体って。まあいいんだけど、クソ大変そう。では鉄鉱石じゃなかった。あ、まだ鉄のことまだアホほどあるな。そろそろでも行かないと、さすがに。あ、でもオスの日だから、とりあえず新聞館のところ行って、でそっから採掘所行きますか。それで。お前ほんと死んでんな、マジで。お前マジ終わってんな、マジお前。マジで終わってんな。家計しましょう。人類にとってなんと暗き時代であろう。そなたに伝えたい知らせが2つ、いい知らせ、悪い知らせがある。まず悪い知らせは、言うのも恥だが、ここへが憑依された可能性がある。最近人類と人権について申されることはあまりにも多い。はあ、わしは陛下に謁見した。その時も申された。人を証拠もなしに捕まえ、確かに生きて火にかけるのはよくない。まあまあその通り。よって賭けは少しの間休止する。賭け陛下に証拠を持ってくるまでは。だがいい知らせもある。その証拠が手に入る。魔女を拷問もとい尋問しておってな。その魔女は自分が無実だと言い続けて、だが奴が死ぬ直前、その頭上に赤色の目をした鶏のような巨大な亡霊が現した。それはあの気味の悪い幽霊は、審判の時は近いと言った。古代の呪いが復活、全ての死者が聖者に戦を仕掛けると。わしには魔術にしか思えんが、この古の呪いについて大学の人間に調べてもらうことにした。ちょうど一人隣の牢屋に入っておったな。その者が言うには、町に恐るべき呪いをかけられたという。古代の契約によって沈められた呪いの最初の兆しが死体の中の暗黒魔法に蝕まれた内臓などだという。これは集めなければならん。心臓の腸か。了解。了解しました。心臓の内臓、これをやりたかったんですよね。はい、心臓脳内。これをね、これがたまに再収集できるらしくて、これをちょっと取りたいなと思います。これはなんかもう何度も何度も死体をこう引っぺがしたら手に入るらしいです。なんで、まあそれはやりましょう。運悪いな、全然手に入んないぞ。運悪すぎん。はい、大理石か。もう40個ぐらいいるってことだもんな、この大理石の棒標とかが。死体40個にどんどんかけてくって感じでしょ、これを。この大理石のあの墓標となんか輪っかみたいなやつを。だいぶしんどいぞ。で、明日は先生術師がいるから、先生術師から青っぽもらいに来るか。行くか。あれ、青っぽ何に使うんだっけ俺。大理石やりましょう。で、ああ、大理石ゾンビ行く？右。
ゾンビ大理石採掘場、鶴橋1。鶴橋1か。まああるかもな、多分。鶴橋1を2つ持ってくるか。まあそれだけでいいよね。鶴橋1 2つと釘と縦切りか。はい、そうするとあれか、大理石も大量に手に入るわけか、ゾンビによって。それいきましょう。ちょっとでもこうなんか回転効率化を図った方がいいだろうからな。多分時間が多分早く経過するから、おそらくその鉄の釘部品とか作ったら。だからこうゾンビはそういう意味では有用になってくるのかもね。どこまでゾンビをやるかだけど、少なくともブドウなんかやたらせてる場合ではないのは確かだ。そんな時間かからんけどなこれ。いらんかゾンビ。なんかいらん気がしてきたけど、微妙なんだよねゾンビ。もうちょっとゾンビこう作る動機があってもいいかなって気がするけど、いまいちだよねゾンビを作る動機が。で青っぽが124まで溜まりました。あ、で宝石だ、そうだ、よし。あなたは赤く灼熱した鉄を打ったらハンマーを振るうという心ですよ。そして作業終わっても釘を何本か余分に作っておける。ちょっと違う気がするけど、エンジニア、複雑な仕組みを知っており、装飾品さえ美しく見える。水用ポンプ、何すかそれ。あー、水をなんか自動で取れるみたいなやつか。いらね、いらね。ツルハシ1個と斧1個買って帰るか。そういえば鍛冶屋どうなったんだろうね。石炭ですけど、だいぶ時間経つような気がするけどな。さすがにどう、石炭売れた？まだ困ってる？あ、ようやく400個台になってきたのか。あ、93銀持ってんじゃん。あ、いいね。あ、いいね、いいね、いいね。売り来るか、これ。売り来てもいいね。どうしよう。単純な鉄部品、交換する？なんかと。鶴橋1と、はい。交換で。いいね、いいね、いいね、いいね。90売れたか、ついに。なんか俺多分なんかいろいろ渡したんだよ、多分。物買う代わりに。あれがでかかったのかもな。よし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 。じゃあ鉄のインゴットを売りさばいてもいいな。鉄関係。金持ちになってきたじゃん。どうしようかな。鉄インゴット、こう売るくろ、これ。売っちゃうか。売っちゃってもいいな。はい。で、銀も焼く。よし。鉄のインゴット売ってきます。
なんか売れるもの売ってくるか。これも売っていいんじゃない。これも、もダイヤ、あ、過去ダイヤ1個ある。おう、過去ダイヤどうしよう。確かあれだよね、ダマスカスソード作るのに加工ダイヤが一ついるような。うーん、どうしよう。まあそれはそれで作るか。でスネークにあげるか。あ、金手に入ってる、いいね。はい、おお、すごい、めっちゃ金儲かった。3分の1までもうちょっとだな。はーい、売りに来たよ、久しぶり。あんま金になんねー、あんま金になんねーけど売っちゃうか。10銀ほっとけ、手に入るもんだしな。我が家戻ります。で寝ましょう。うん、いつも400石炭とか売りさばけてきてよかったね。で心臓と内臓となんだっけとか必要なんだろう、確か。人参10個で、ちょ待ってね、人参持ってく。多分ロバに人参が必要だ。心臓と闇の心臓、あ、あんじゃん。え、こんな簡単にあるんだ、普通に。あ、マジか。ちょ、に肉も取っとくわ。あと血が必要って言ってたな、ゾンビも。取っとくか、血も。はい、拾います。こんな簡単に闇の心臓手に入んの簡単すぎん。結構お手軽に手に入るもんなんだね。26個か、今したい。したい、今26個あるっぽい、ここに。26×5、6、3、5、30。ああ、まあちょっと足んないかなって感じか。なんか抜ける？なんもないか。そうだな、やっぱり、まあ、40個ぐらいの死体っていうか墓は必要だな。闇の心臓はあるけどって感じか。大理石ちょっと一回入れとくわ、ちょっと邪魔にしかならん現状。ちょっと待ってよ、確かね、闇の心臓とかってね、確か必要なんだよ、あの他のクエストでも。スネークのクエストで確か必要で、あ、それこそ闇の心臓が1個必要なのか。うん、オッケー。多分スネークのミッションはできますね。あ、そうだ、商人の
祝福入れとくか。そういえば今日これの日だし、祝福できる日だし。はい、繁栄の祈り。ゴミ祈りするわ。商業の祝福。業者によるとその業者のステージを上昇。いらな。高く売れるんだったらいいけど。特になんかあれだな、ビールが売れればな。よりによって変なのが売れて変なのが売れないよな。おっていうかあれ行くか、採掘してみるか、お試しで。もしかしたらできるかもよ。ダイヤ採掘ができるかもしんないよ。行ってみます。アンロックしたしね。いけるか。あ、いけねー関係なかったってことっすか、このダイヤが取れるっていうの、収集家っていうのなんて。はーい、なんか誰もいないんだか。なんでこんなにいないんだ、人が。人じゃねえけど。え、なぜいない。なんかすごい、違和感があるぞ。いなすぎて。あ、いたいたいた。ちょ、戻るか。おう、わあ、いらないよー。で、上行ってくるか。なんかチョコボの不思議なダンジョン思い出すな。いや、チョコボの不思議なダンジョンっていう名作があってね。これってさ、なんかちゃんと事前にマップみたいなのおそらく用意されてるじゃん。そうじゃなくて、なんかこう自動生成のダンジョンみたいなのがあるんですよ。それがチョコボの不思議なダンジョンシリーズ。トルネコとかさ、がまあそうなんだけど、トルネコとか風雷の試練とかがまあその同じシリーズなんだけど、それチョコボっていう、なんかファイナルファンタジーっていうゲームの、まあなんか、まあサブキャラクターというか、なんかスピンオフ的なさ、スピンオフ、まあスピンオフだね。スピンオフ的なこう作品であってさ、なかなか面白いんだよね、それが。単性みたいなのになってて。単性なんだけど、単性に見えないみたいな。プレイステーションのゲームかね、多分。その続編がプレイステーション2とかでも出たのかな。俺にとって、なんか、あの不思議なダンジョンシリーズってなんか流行んなくなった気がするんだよね、一気に。ポケモンとかもさ、なんかあるじゃん。ポケモンはでもあるのか、不思議なダンジョンシリーズが。シリーズというか、なんかまあまあ普通にあるのか。掘れるぞ。あ、金8。まあ悪かない、悪くないが、いいわけでもないと感じですね。
やりたいな、不思議なダンジョン。絶対にゲーム実況映えしないけど。何今の電気の粉。新しい、あ、敵か。はえー、どれか破壊する、なんかこれいらないよね、これ。いらんもんばっか落ちるな。まあでも銀がこれで4つできるから、まあ美味しいっちゃ美味しいね。おい、これだるい、これだるい、これなんだこの電気の粉って、何に使うの。なんかちょっと思うけどさ、なんかもう少しさ、なんかあれでもいいかなと思うけどね。なんか使い道のアイテムの種類減らしてもいいかなって思う。なんかさすがにアイテムの種類ありすぎじゃねえかっていう気がするんだよな俺、このゲーム。なんかありすぎじゃない、アイテム。アイテムの種類がありすぎて、なんか結局最後まで使わないみたいな。確かね、宇治の効果と黄色いなんか花の効果って同じなんだよ実は。でもその時点なんかもう意味なくね、もう宇治とか使う、宇治とかをなんか手に入れるなんか動機がなんかもうなくなってくるみたいな。そうね、動機がなくなるんだよな、なんか手に入れる、手に入れなくていいやみたいになっちゃうから、あんまりなんか よくない気がする。だからこの後に及んで文句言うなって感じだけどさ。何これ、ん、あ、これがダイヤか。ほう、えダイヤの数えぐくね、えぐくね、え4つ、えぐ、マジか。おい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 、装飾にして売っ飛ばせるぞ。装飾売れるって言ってたもんな。これは美味しいっすね。最後の片付けるか。まあ、えぐいね。もう1階層いけるかな？これ何階層？ちなみに。9か。まあまあいけるかな。別になんか、は？何これ？何これ？ブラックゼラチン。ほう。なるほど。ちょ、やめてくんね、これマジで。これひたすらうざいじゃん、これ。ちょ、ひたすらうざい、ひたすらうざい、これ。やべえな、これ。厳しいね。一回帰るべきか。まあ、ギリ行けるところまで行くか。そうだやろ。
やばい、数やばい、数やばい。ちょっと待って。これ出直してくるか、これ。無理な気がするな。やばい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 。よし。あ、金あるな、ここ。金だけ取って帰るか。転移石で帰ろう。はい、転移石で帰ります。今はできない。受ける。帰ります。どこで帰ろう。これさえ行ければ、これで降りれりゃいいのにね。ちなみに、さっき話した不思議のダンジョン系ではあれで降りれます。帰りましょう。これさ、でも、やろうと思えばさ、回復薬なしで無限に来れるよね。無限デスアタックできるよね。死んで戻って死んで戻って繰り返すみたいなさ、クソみたいなことできる、多分。回復薬だからある意味ではいらない。黒いやつすげえ嫌だったな。あいつ、あいつ最悪だったわ。なんか錬金術で使うのかな、ブラックなんちゃら。この後に及んで錬金術すんのかって話だけどね。なんかこの後に及んでやんないだろっていう気持ちの方が強いけど、どうなんでしょう。ブラックゼラチン、なんかオレンジゼラチンみたいなやつは何かで必要みたいな、なんか見たことあるような気はするけど。加工ダイヤ上に置いとくか。肉きたね、肉きたねって言っちゃった。肉じゃねえわ。焼いた肉、焼肉しときます。まあハンバーガー結局いけるからね。でどうしよう。ちょっと焼かせるか、とりあえず。あとは金ゴッドも焼かせれるね。で宝飾、このダマスカスソードを作るために鋼の剣か。あの剣買ってきていいな。金装飾のディティールが全然いるのか。全然たくさんいるね。金装飾のディティール、あともう一個いるね。まあ金は焼けるから、このそこで、これでダマスカスソードその2を作りましょう。鋼の剣は明日買いますわ。てかあれなんだけど、めんどいことに、あ、でもまああれか、いっか。ごめんごめんごめん、なんでもない。なんでもないっす。はい、なんでもないっす。いや、せっかく釘チャンスなんだけど、釘チャンスの日なんだけど、もうなんかダンジョンでめっちゃ時間を使ってしまって、残念な感じになってる。あ、でも銀のインゴットは6つ持ってけるかもね、商人に。それはちょっとあるかな。よし、商品を最後の一つを作りましょう。はい、
これで45銀だからな。まあでかいっちゃでかいよな。ちょっと待って、銀できるだけ持ってくわ。はい、パレット絶対あんなにたくさんはいらんかったわ。ちょっと後悔、なんか作ってしまったこと。こんなにはいらん、10個も多分おかんわ。まあせいぜい5個ぐらいじゃないか、いっぺんに打って。商業の祝福、はい。加工ダイヤってこんな感じなんだ。あ、金装飾の DT 売ってはいるのか一応。はい、どうしよう。転移席で転移してあれするか、ちょっと一回寝るか。一回睡眠して入眠します。一度入眠してゾンビアタック仕掛けてやろうかな。ゾンビアタックする、ダンジョンに死にながら行くみたいな。あ、でも死体届いたな。まあ、一回ここで突っ込んで死にましょう。死んだらまた戻ってこれるから上に。で、死体死んでもね、アイテムのロストって確かないはずなんだよ。はず。だから戻ってこなくてもいいはずなんだ。今まで実験してこなかったけど怖くて。今のものってロストしても大丈夫だから、今持ってるものは。基本的に。ちょお前いい加減にしろ。お前相手にこんな食らってる場合ではない。もうちょっとマジ勘弁して。よし、銀8、銀4個にはなるね。うわー、めっちゃ食らった。これは死にますね、間違いなく。はい、死ぬ感じしかしないです。いや、わからん。ワンチャン生き残るかもしんないぞ。なんか、半分だしな、ここの。一応は。いや、ちょっと待って、きついきついきつい。いけるか。よし、いけた。おお、これで10回までいけましたよ。10回が確か突破できないんじゃなかったっけな。10回以降が、10回以降は確かクエストないと突破できないみたいになったはずです。あ、行って死んでみる、試しに。死ぬ実験してみるか。オレンジゼラチンだ、これ何かに使うはず、確か。なんかの、何かで俺代用したんだよ、これ。何かで代用した、オレンジゼラチンは確か、なんか、何かで使えるみたいなのを見た。あ。ぐぐぐっとさ。あなたは死んでしまった。余裕。余裕っす。余裕しかない。なんでこんな雨降ってんだ。ちょっと待って、とりあえず銀焼かせて。銀焼かせます。で、金属スクラップ、ブラックゼラチンとか、この辺ちょっと入れてこないとダメだな、これ。
ラックゼラチンどこ入れた？ここか。絶対いらないと思うけどね。もういる気がしない。闇の心臓どうしようか。ちょ、死体の解体先するか。人参だけちょっと引き抜いて、はい、つか人参の種ちょっと追加でもなんか買っとくか。何もない。肉しか抜けない。まあ、肉は抜き続けて OK なはず。はい。肉は抜きます。肉を抜く理由ですが、ハンバーガーにして売っ飛ばすためです。ハンバーガーにして売ると、かなり金が入るんで。まあ、玉ねぎとかもいるけどね。まあ、玉ねぎはまだあるから、余裕が。はい、入れます。なかなか闇の心臓とかないね。あった、闇の脳。まあ一応あるのか。どれくらいの可能性で持てるんだろう。なんかあれなんだろうね、手に入るんだろうね。であと肉4体に1体ってとこか。で、死体を持ってきてもらって、っていうかあれだよな、なんか変な石像みたいなの置いてもあれなんでしょう。確かプラスになるんだろう。一種の納骨像とかでも多分12ポイントプラスだよ。一応こういうの使ってってもいいけどな。大理石ゲーミングしようとしてるから今完全に。肉を焼きます。あ、スライス肉じゃねえ、ダメか。少し寝よう。スライス肉とで、これで肉をゲットでね。ハンバーガーはね、金のハンバーガーまだあるね。よし、ハンバーガー入れとくか、中に。で、ビールは、あ、ビールも多分作れるかな？作れるけど、水と麦がなくて作れないっつってんな。あー、了解。水と麦か。水は入手できるから。麦も買ってくるか。ね。ちょっと買っときましょう。早えな、死体持ってくんの。次から次へって感じだね。まあこれで30、はい、
くさん売ってるね。じゃあ5個買っちゃおう。ホップの種、種も買う。種も買っちゃうか。金かかったけど、でも結局ペイするから。ほんと鉄鉱石だけなんだよな、このか鉄鉱石のなんか品物釘作戦の良さっていうのがさあってさ、品物釘作戦すると、あの元でゼロで稼げるんだよ。それがでかい。 YouTube の動画と一緒、元でゼロ。お前何してんの、お前ゾンビは。マジで元でゼロはでかいですよ、やっぱり。お、ホップいいね。ホップ9個。しばらくビールは作れそうですね。で、このゾンビは回収して、ゾンビ石工所、鉄工所に、大理石鉄工所に送り出すんですけど、その前に、地下でビール作成しときます。はい。で、金の玉ねぎなんか持ってきててもいいな。その前にあれだ。縦切り丸太を積もっていきたい。縦切り丸太、あと釘か。これで大理石を無限に取ってくれるマシーンができるはず。はい、行きます。徒歩で行かないとな、これ。久しぶりの徒歩だな。つか、そろそろ木飽和してるだろ。持ってこさせよう。ゾンビジュース作ってもいいけど、まあでもゾンビジュースより今なんか死体が必要だからな、ただただ。はい、ゾンビさん、こっちですよ。はい、持ってってください。あ、よし。そういえば魚釣りなんてせずに俺一生を終えようとしてない？魚釣り一生してないよ。やばいな。魚釣りしない人生のまま終わろうとしてる、人生を。あ？え、ちょ待って、大理石じゃないの？え、ちょ待って。ゾンビ大理石採掘場でしょ？え、大理石だよね、これ取れんのって。え、石じゃねえか、おい、ふざけんな、おい、マジ翻訳ミスよ。ふざけんな、これ。これ壊せねえのか、これ。うわ、最悪なんだけど、嘘つかれた。え、これ完全な嘘じゃん、これ。ゾンビ大理石採石場って書いてるっしょ？嘘じゃねえか、ふざけんな。取られたし。ああ、意味ねえわ。クソほど意味ねえわ。やっとけ、もう。ふざけてるよな。ふざけてるよな、ちょっと。さすがに。不当な扱いすぎる。マジかよ。最悪だな。そんなことある？そんなことあります？ちょっと鉄鉱石だけ取ってから。鉄鉱石だけちょっと数減らしとこう。鉱石数減らして、で、ちょっと自宅にワープして、
や今日さオスの日なんですよ。で今日闇の心臓じゃ闇の蝶かがあれば審問官のクエストを達成できるんだよね。だからこいつが闇の蝶を持ってるような人材逸材の死体であればこの瞬間達成となるんですが、そんな面白くいくわけでもないと。ってことでに肉だけ取っときます。肉だけ取って植えましょう。マジか、嘘つかれて結構しょんぼりだな。最悪なんだけど。うん、まあ今日はできないってことか。しょうがないね。よし、まあこんなもんで終わっとくか。はい。はい、ということでやっていきましょう。今日はまた特攻するか。一日の始めは特攻から始まる。回復アイテムって魔女のところで買えたんだっけ。作るのはとことんめんどくさすぎるからできれば作りたくないんだけどな。もうこいつらめんどくせえな。よし。よし。オッケー。出たー、そうだ、こいつだ。あ。マジ、このなんか、仮面つけたやつ、マジやばすぎな。どうしよう。これ金のインゴットとこの辺いらないな。オレンジゼラチンもいらない。多分いらない。でどうしようか。これもいらない。あ、埋葬証明書こんなたくさんあんのか。資源が足りません。何、あー、そうなの。大理石のそれそんななかったか。埋めますか。いやー、ないね。肉だけ取ります。あ、人参が4つほど欲しいね。結局闇のなんちゃらシリーズは育つ気配がないね。育つじゃなかった、来る気配がないね。闇の隊長。はい。これしばらく金稼ぎ動画オンリーになっちゃうんじゃないのか。もしかしたらしばらくお金を稼ぎ続けるだけのなんか存在に俺なり下がらなきゃいけないかもしれない。はい。これも全部だよな。ん？あ、はい。
うん。よし、まあ、ちょっと この辺もやってから、マイナス6とかも意味ないんじゃないかって気するけどな。ね、なんか存在意義がなんか問われるよな。さあ、まだ必要かね、この黄金の嗅覚。まあ、いらないけどな。いらないね。鋼の鎧とかつけてんだよな、俺。つけてこれか。武闘スキルあった方がいいかもね。武闘スキルないとなんか、突破ができるのかな。まあでも、できるか。ちょっと先制術師の日だけど、特に先制術師に何か、なんか欲しいもの。まあ、強いて言うならあれか。青ポか。青ポいるかな？そのいらない気もするけど。ね。回復、治療ポーション。これも、これ買っとくか。10個。はい。行きましょう。なんかずっとお金だな、これ多分。てか最初の頃とか相当トロールしてたよな。なんか、まあ、今もだいぶトロールしてると思うけど、最初の頃のトロール感は半端なかった気がする。もっと割とひどい立ち回りだったな。うわ、すげえ数あるな。どうしよう。釘作りしますか。銀8個か。もう来たの？早いね。ちょっと待ってね。進行をちょっと持ってっとこうかなと思って、上に。で、進行があれば多分、ダマスカスとかも作れるはずだから、あの、宝飾とかか。つか、あさってのミスチャームの日には、少なくとも宝飾ぐらいは渡しときたいね。はい。もう無限の釘です。ちょっと待ってね。やっぱ銀野菜とかするよりもって感じだな。これは掘られた石のかけら、大理石。ああ、てか掘られた石のかけらって言って何で作るんだっけ。いや、なんかもっといいのあるかなみたいな。掘られた石のかけらってどれだっけ。
ここじゃ作れないのか。うん？作れないね、ここじゃ。掘られた石のかけら、これか？ここでもないな。なんかどっかで作ったような気がするが、こっちか。掘られた石のこれか。うわ、こんな進行がいるの作れるかよ。まあ作ろう、いや、ないわ。まあまあまあ、本当に本当にこれ一択だね。一択。もうこの釘一択。これしかない。余計なこと考えずにこれ作り続けることだな。余計なこと考えんでいい気がする。ただただ眠って起きて、朝起きて釘を作り続けるだけの毎日。な、俺の YouTube の生活みたいだな。もうこれの動画版が俺だよ。釘じゃなくて動画って感じ、これが。俺は動画になって、なんかずっと作り続けてるみたいな感じっすね。無限にこう作るみたいな。あと1日か。うん。ミッシャームに宝飾渡していきますわ。この箱を移動させるついでに。確か宝飾地下に確かしまってあるから、それを持っていきましょう。そうすると宝飾が売れるようになるらしいんだよね。どうやら。まだまだ大量に作れるだろう。そうだ、2個ぐらい作れるか。よし、2個作れたな。オッケー、品物持ってきますか。3つかな。あ、忘れてた。ミッシャームにあげる宝飾を持っていかなければ。これちなみに全クリしたらどうなるんだろうね。家に帰るみたいな感じなのかな。最初なんかさ、これ異世界トラックにはねられたじゃん、こいつ。で、異世界転生してなんかここに来たけど、どうなるんだろうね、最後なんか異世界に帰るためのこうなんかことになるのかな。はい、3つ、45。 なんかそんなって感じだな。ミスチャームさん、怖そう。オッケー。町の給仕にたくさん売れる。私の会社の宣伝も頼めるか。ああ、宝飾が買えるようになるのがこれで、取引で。宝飾と香水。買ってもしゃあねえけどな。宝飾売れるのかって、こいつに。どうだったっけ、宝飾ってそんな。どんなだっけ。普通に金必要になるよね、これ。宝飾。めんどくさいな。ひたすらだるいって感じか。とりあえずダマスカスソードだけでも作っとこう。
鋼の剣がないのか。鋼の剣はあいつに、あの職人にもらわないとな、売ってもらわないと。来やがった。うーん、4つか5つかな。明日の売れる日までに5つかな、作れて5つかなって感じか。うーん、5つってところかな。うん、しで一回寝て、で起きて箱持ってきますか。でそれで、75銀手に入るか。75銀か。よし。で、2つ作りましょう。これ2つ。はい。よし。で、地下降りて、売りに行きましょう。ああ、なんかほんともう、なんか、ルーチンワークみたいになってきたな、これ。どうすんだよ。これずっとやんのか。まあでもずっとやるしかねえよな、これ。はい。はい、5個、5個置きました。これで。ついでに、あ、ミッシャムの指示取り付けましたよ。ミッシャムと話をしたよ。王国議会の議長の相手をしてくれると言っていた。よかったね。銀。お、いいね。高値だ、普通に。はい。3分の1が終わったのか。3分の1強が終わりました、今。4金と59だから。ふぅ。ふぅって感じだな。てか、あれするか。てか、いきなり貴族のやつで手に入るんだっけ。なんか前段階の前ステップはなかったっけな。あ、あれ忘れた。ダマスカスソードもらうの忘れた。もらうじゃない。ダマスカスソード持ってるやつ渡しちゃってもいいけどな。今日の夜持ってるやつ渡すか。で、自分用のはまた作るか。後々。これか、裕福な貴族の書類。裕福な市民ってやつだよね、これ多分。で、貴族の書類ってのはここで得れるのか。これか、うわ、きついな、12金か。まあ、これがラストの金らしいから、金に関しては。まあ、これが終わったら、まあ、お金は割と余裕ができるって感じっぽいね。ないか。つか、早いところさ、この死体をさ、死体から腸を取らないとさ、ビールとさ、ハンバーガーのこう商売ができなくなるから、結構微妙なんだけどね、状況としては。
埋葬証明書7個になったぞ。これで10ドルか。すごい量の埋葬証明書が溜まっていく。超濃い超濃い。うわー来ない。そして無限に溜まっていく人肉。なんだと思って食ってんだろうねこの人たちは。なんだと思ってるんだろう。あーずれちゃった。まあ ADHD だからセーフってことで。まあどうせそんなこの墓フルで使うこともないですよ多分。まあ輪っかバーっとかけて大理石のガンガン立てまくったら多分できるでしょ。ここかちょっと人参入れときますね。まだ足んないっす人参。よし。でダンジョン潜る。ダンジョン潜ります。潜ってもいいよね。ちょっと人肉だけ入れとこ。はい。人肉ハンバーガーができるのが楽しみですね。はい。で、これさ、ビールってさ、これ、あ、プラス10か。あ、ビールありだな。ビール使えるね。回復に。あー。ビールありか、全然。でも、どうしよう。こっちまたしちゃうか、ダマスカスソード。装備外す。はい、ダマスカスソードですよ。いい剣じゃないか。それにちょうどいいタイミングと言いたいところであんたのことをつけさせてもらった。したらあんたは剣を持っていることも知っていた。は？こいつらが俺の信じた俺の力を見に集まったんだ。あれって本物の血かな。ここってなんだか怖いね。ここに来たのって失敗だったかも。この剣を使ってあんたを殺す。したらあんたはまた復活するはずだ。すげえスニークのやつなんて力だ。どうやってあいつをたたえ、あー意義あり。無理無理。俺の力を見よう。生と死は我が手にあり。そんなものはただの言葉でしかない。俺についてこい。そして不死を手に入れればいい。あ、死んだ。殺されちゃった。ひでえざまだな。スネークのところに戻らないと。あ、で、これで復活したぜみたいな。芝居を、お芝居を打つのか。なるほどね。ダマスカスソード返してくれませんかね。スネークさん戻りました。そうやって奴らは嘘を吐いたのだ。だが俺は嘘は吐かん。この邪悪な儀式が終われば我らの栄光ある進撃が始まる。あいつは生きてるぞ。あいつは不死なんだ。見よ、この男こそ我が最初の弟子。お前はもう帰っていい。そして俺の命令を待て。これで人生の何もかもが変わる。スネーク万歳。よかったね。あの死の演出なかなかよかったぞ。これからは教育会行かなくてもいいかな。あいつの言う通りだ。町には変化が必要だ。よし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 。とりあえずスネークの関係は、うん、まあそうだね。スネーク関係はあとはないですね。ないですね。ちょっと買いに行かないとダメですねこれ。鉄のインゴットを渡して買いますか。
もうちょいか。はい。で、これで、あれしますか。はい、品物。200個もこれ作らなきゃいけないのしんどいな。まあ、正確には200個ぐらいじゃないんだけど、もう少し少ないだろうけど、まあ、50個ぐらいはこの釘を、の箱を作らなきゃいけないっていう、かなりしんどいことをさせられるな。はい、75金。よし、5だ。そろそろ半分までいくってことか。ああ、いいね。悪くない。いいぞ。この調子で。こんにちは、鋼鉄の見解に来ました。これか。うわ、結構高かったな。自分で作ればよかったか。いや、自分で作るのももう一瞬だな。てか、ダイヤモンドを売るか、商人に。商人にダイヤモンド売りたくない？おお、なんだ、やっと起きたか。あんた起きるたびに気分爽快って言ってるのか。君はここで何をしてるんだ。正論。大問題が起きた。有名なヴァンパイアハンターがあんたの墓場に向かってる。俺を殺しに来たんだ。それとあんたの教会もおそらく燃やされる。なんでヴァンパイアハンターなんかに追われてるんだ。例の生と死のパフォーマンスで目立ちすぎたらしい。信者の一人がおしゃべりな間抜けだったもんでね。最近の人材は何だって使えねえんだ。俺は魔女の丘で待ってるぞ。道路を進んだ先だからな。そう、下から行ける？下から行くの結構大変じゃない？てか、スネークってあの隠し道から行ってたってことだよな。あれ、俺の作った隠し寮なんだけど、なんであいつ勝手に使ってんだ、そういえば。なんで勝手にやってんだろうね。ふざけた話だな。ちょっと、なんか戦いになるのかもしれないから、一応、ダマスカスソードを作ってから行くわ。新しいやつを。はい、で、ダマスカスソード。オーケー、作りました。日本もこんなもん作るとはな。あとあれか。その前にちょっと行くついでにロバのこれやってから行くか。お願いします。そろそろ来てください。うわぁ、心臓か、また。まあ、心臓は2つ使うらしいから、まあいいか。本当は大腸欲しかったけどね。本当はそれが欲しかったんだが、なさそうだ。しばらく、時間かかりそうだな。なんかしばらくかかりそうな感じしない？めんどくさそう。よし、魔女の丘ね。で、魔女の丘を行ったらデッドホースで行ってこの死体埋葬書を売ってくるか。13銀ぐらいにはなるんじゃない？多分。よし、スネーククエストも進めれていいですね。おお、夜になった。ここか。いた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 。どうするつもりだ、お前。やっと来たか。木板持ってきたか。なんでそんなものを持ってると思うんだ。持ってこいって言っただろ。いや、言われてない。ふざけんな。何個いるんだよ、一体。一つか。OK。下だっけ？多分地下に置いたままじゃないか。ないね。地下だね。
のんきな話だな。はい、一個でいいんだろ。はい、なんか戦闘とか発生しなそうな雰囲気してるよね。ちょっと発生はしなそうな感じがします。大丈夫そう、なんとなくだけど。なんかただのイベントっぽいな。まあ、いざ戦闘となったらこっちにはビールがあるから、もうビールで戦うのみ。あれどこ行った？あ、いたいたいた。はい、木の板だよ。あー、これでやる。テコの原理か。やつはまだ来てない。ここのまま待つぞ。どれくらい待てばいいんだ。あとちょっとだ。おい、本当にこのハンターは来るのか。来る。こっちは待ってればいいだけだ。売春宿でこんな長い時間を過ごせる奴はいるか。あいつは人間じゃないかもしれないだろう。スネークかわいいな。それに何か食べないと。落ち着け、ここで失敗したら全て終わりなんだ。来たぞ、準備はいいか。チャンスは一度きりだ。え、あ、ほんとだ。パッと開いてさ、パッと出るサイドクエストってのはいいね。押せ。うわー、ひどい。やっちまったぞ。へ、一発だ。偉大なハンター、無敗の戦士、笑わせる。あの隣にあのなんか兵士いますけど大丈夫ですか。しかもメダルを持ってきてくれるったな。これで男女の最新まで潜れる。死体を片付けるんだ。それと道の障害物もどけないとな。男女の入り口で会おう。あんたには最後の頼みがある。なるほど。どうすんのこれ。どうすんの。死体ゲット。まあ俺は墓守だから、まあよかったね。あ、こいつゾンビにしてやればよかったな。永久に俺のために戦うこう兵士として。うわー、すごっ、めっちゃ新鮮やん。闇の脳 いらないんだけどね。脳あるよね。心臓もあるよね。多分いらな、いらなー。多分一個ずつでよかったはずだよ。あー、せっかくいい死体だったのにボロボロだ。で、デッドを押していきますか。運が悪いな、ひたすらに。よし、埋葬証明書。あとは、心臓と脳だけでも渡してくる。せっかくだし、心臓と脳だけでも渡しましょう。いや、せっかく銀30のイベントができると思ったのにな。腸か。なんとか心臓2つで我慢してくんねえかな。さすがに無理か。こんにちは。あー、腸か。はい、さよなら。カリウドのメダル、なこれを使ってなんか15回まで到達するみたいなのなんか見たね。15回まで行くのやってもいいけどね。あ、人参買ってきた方がよかったな。人参を買うべきだった。まあまだいいでしょう。ちょっと寝ます。スネークはあとはダンジョンを潜り続ければいけるな。
下へ来ました。死体を見てみますか。あれ、な、玉ねぎ取っちゃったぞ。まあいいんだけど。はい、人参頼む、早く来てくれ。これこのままじゃ永久に、もう心臓かよ。マジか、来ないな、蝶。闇の蝶来ねえ。これまずいぞ、マジで。まあ、墓取り除く券みたいなやつで、マイナス6とかいうのをどんどん取り除けばいいんだけどさ、無駄にありすぎるってなったら。マイナス4は結構でかいな。マイナス6はちょっと地獄って感じだよな。これなんか壊してもいいよね、正直。ない方がマシみたいな現状だと。釘作りますか。釘作ったら鉄鉱石取り行こっか。よし、品物にして下ろします。うわー、木箱、縦切り丸太がない。作るか。はい、オッケー。で、玉ねぎはとりあえず この銀の玉ねぎ系はいらないよね。銀の玉ねぎは中に放り込んで、待ってよ、パン持ってく？パン持ってっとくか。で、ちょっと転移石使って採石所に行ってから寝ると。はい、で起きたら鉄を回収していきましょう。あと、まあ大理石もいるね。やべ、スーパー作業ゲーミングになってる。うわー、クソほどある。ちょっと待って、おい、マジか。出ないな。え、銀一個も出ないとかある？おい、やっば！え、めっちゃ運悪い、めっちゃ運悪い。何これ？運悪っす。ん？これ石か。石のかけらか、全部。ちょっと待って、石のかけらこんなんいらん。ちょっと待って、そうだ。あ、ゾンビ放置してたんだ。もう、やだ、もう。いつか石いるかもしんねえしな。その時のために、取っとこう。よし、でここで寝ると。そうだ、これはめられたままか。そういえば、罠にはめられたままだ。ダメですね。
よいしょ。で大理石を、あ、そろそろ木製くさび材がなくなるのか。すごいね、愉快なことになるね。よし、大理石の数が微妙、もっと大量にいるはずなんだよな。今思えば磨かれた大理石で品物作ったのマジでバカだな。本当に本当にアホって感じ。ちょっと待って、自宅一回戻るか。我が家戻って、入れれるものを入れましょう。大理石結構あるな。大理石ちょっと全部 上置くか。上置きましょう、大理石。うわー、どうしよう、どうしよう。蜂蜜なんでこんなんあんの。こうするか。でちょっと大理石のこの枠はちょっと作っときたいから、もうすでに。待てよ、はい、鉄のインゴット量産。よし、で寝て、で起きたらこの大理石のこれ設置に行くか。これも同時並行でやってるけどさ、だいぶ200って辛いよね。あと死体の中身見ないと。人参がないな。ちょっと待って、中閉まってくる。人参10個持っていきますか。多分死体がこれで2つついたから、この2つ、あ、1つ目、1つだけか、まだ。あれ、もう1個死体そろそろつくはずだけどな。闇の心臓使えねえ、マジでマジで使えねえ。はい、どっか埋めまーす。よう、エピスコフ。よいしょ。ここはこのなんかレベルが高いところから先にやっていくか。このマイナス1とかこういうところから多分した方が効率良さそう。なんで0になるのこれ。なんでプラス1なの、これ意味わかんなくね。え、意味わかんなくね、どういうこと。え、プラス0って何、何 0って何。
え、ゼロって何？ちょ待って、ちょ待って、ゼロって何？何回も聞く。プラス4とかだよね、普通。なんかこの墓マークはなんだ、この。古くなったらもしかしてダメなのか？まさか。え、そんなことある？そんなことあるか？7のはずだよね。あ？なんだこれ。これなんか大理石のやつ無駄じゃね？これじゃ。なにこれ。0にしかならないってこと？取り除く。は？これもいらんってこと？これ。マイナス1。え？どういうことだ？これ例えばこれつけるとどうなんの？これ0プラス4。おん？だからちょっと待って。ちょっと俺分かってないぞ、これ多分。プラス2。はあ。これは？何もなし。え？このドクロの数に応じてなのか、これは。ドクロのこの数に応じてのところしかつけない、つけれないのか。あー、つまりこういうところはもう、あ、なるほど。これはもう無理なんだ、これ。98%。74。じゃあ2が最大ってこと。うーわ。マジか。あ、なんか分かってきたかも。このドクロの数しか結局意味ないんだ。あー、なるほど。じゃあこれどんな頑張ってもなんか、って感じか。ものによっては。あー、だからこれ1とかはもうほんと意味ないってことか。あーね。はい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 。はぁ、ちょっと待って。思ったより下いるわ、これ。このドクロの数しかプラスになりえないんだ。これだったらプラス4が限界みたいな。あー、これはまだ全然プラスあるよね。ってことは。これプラスないよね。なんだこの 0% って。なんかこれ腐敗されていくのこれ。これもダメだよな。これダメ。これいける。なんかなんとなく分かったかも。じゃあ物によっちゃ死体、これなんとかしなきゃダメだな。やっぱり火葬場を充実させる必要ありそうだな、これ。ねえ、これ。物入れ箱持って作るか。単純な鉄部品と縦切りで。うわー、やばい。やばいことに気づいた、くんでした。また。はい、こんにちは、くんです。ということで、やっていきましょう。今回はね、ちょっとだいぶ見てください。稼ぎました。見てください。7金ってやばくない？結構ね、金を掘ってきて、あ、金を掘ってきてない、銀を掘ったり、物を納品したり、なんだりかんだりで、だいぶお金を稼ぎました。で、宝飾品もね、見てください。宝飾4つも持ってます。で、これを売ったりとかしてたら、まあ、そろそろ多分12ぐらいになるんじゃないかなと思いますので、まあ、頑張ってやっていきましょう。あ、ちょっと待ってください。でね、今回はダンジョンに潜って10回以上、を行くっていうのと、その10階に行きつつ、そのダイヤを加工して宝飾にして売っ飛ばすっていうところをね、ちょっとやっていこうかなと思うわけなんですが、よし、これでいきましょう。ダマスカスソードも、まあ、新しく作ったんで。さあ、やりましょうか。
もうようやくって感じだな、ほんまに。ようやくっすね。まあ、レベル11でダンジョン11にちょっとなんとか行って。これ10か。確か10まだクリアしてないよね。完全には。確か右側にいたような気が。いやん？確かこの先だったっけ？途中でやめちゃうとあれだね。わかんなくなるね。よし。ちょっと待って、こいつなんとかしないと。よし、無傷。いいね。OK。で、こっちは？あ？なんだ？これは？あー！カリウドのコインってやつをここで使うのか。開くっていうのができたね。こっちは？ん？なんだ？よし。じゃあ多分これでいけるかなと思います。でね、これビールが意外と良くて、ほらビールを使えばね、体力も回復するんですよ。なかなかね、ビールが使い勝手が良くていいですね。はい、行きましょう。全ての敵を倒す必要があります。は？もう倒したんじゃねえのか。まだいいのか。下の方まだいたっけな。まあ見に行きますか。なんか、ああいるわ。おーい、よし。でこれで銀確保か。いいね。イエイ、やったぜ。銀4つ確保。ほんとチリツモって感じだな。金稼ぎは二度とやりたくないレベルでやりたくないわ。金稼ぎつらすぎる。ちょっと回復ポーション飲むか。いよいよなんかあれだぞ、11階に行くぞ。多分15回まで確かやんなきゃいけないんだよね。あ、てか、これ一回戻るか。ミッシャームのところ行かないと行きたいんだよね。時間が。宝飾品をちょっと売りたいんだよな。とりあえず10回クリアして11回までの扉を開いて、でそっから戻りますか。一回。長いな、遠いな。このぶんどった狩人のコインで戻ります。よし。デッドホーステーで、はい、こんにちは。取引売れないだと。あー、持ってないわ。最悪、持ってくの忘れた。 ADHD だった。持ってなかったっけ俺。全部預けちゃったのか。まあじゃあ来週だな。まあいっか、どうせいいでしょ。まあそんな今週で全部終わるなんてこと、そんなミラクル起きようがないから、まあいいよ。代わりにあれするか。墓じゃなくて死体だな。死体なんとかしないと。いや、そういろいろ調べたんだけど、やっぱねこれ 98% とか、なんかもうとりあえず新鮮な段階で墓に放り込まなきゃいけなかった。俺まですげえトロールしてたっぽいんだよね。新鮮な状態で放り込まずに、なんかしばらく経って別にいいやってぐらいで 0% とかで放り込んでたから、墓の穴に。だから、ものによっちゃこれ、多分、撤去しなきゃいけないかもしんないよね。墓。墓出てってもらって、かわいそうだけど、出て行っていただいてって感じになるかもしんないです。まだちょっとね、見えてない。これとか、ほら見てこれ。1、2、3、4、5、プラス5まで。になるんでね、これ。これとかプラスになりようがないよね。ゼロにしかならないみたいな感じか。これとかひどいよね。
これとかまだ大丈夫。これも絶望だね。絶望ばっかりだな。絶望ばっかりじゃない。うわー、これって 64% でこれ関係ないか。いや、これなんか回復したりするのかなと思ったけど、そんなことなさそうだな。これあれだね、この墓の研究必要だね。このなんだっけ、この地下墓所、墓場の彫刻、やっぱこれ必要っぽい気がするな。大理石の像とかって墓にプラス7を追加する。そんな気がする。納骨堂とかも作らないとダメか。花壇、柵を修復でも、柵っても変わんのかな。いや、まあ、でも相当頑張んないといけないぞ、これ。墓、墓関係、もう墓関係はでも集中しちゃった方がいいね。一回お金回りをしっかりやってからじゃないと、このまず死体をさ運べるかどうかっていうのがあれだから、まずお金を解決してから墓はやろう。うん、決めた、そうします。で、お金を解決したら墓やるとして、それまでに、ちょっと待ってね、はい、ああ、商人に売りに行くか。そろそろ商人に行く、売りに行く日だな。あ、なんか何これ、ビートの種、これいらない。全部放り込んでくるか。飯、これ食えねえの、これ食えそうなもんだけどな。食えねえか。うわ、木がない。この粉とかも結局使わないままだよな。使ったらもっとなんか効率よくできたりするのかもしんないけど。はい、本日最後、今週分か、今週分最後の商品を出荷しました。まあね、頑張ったけど、やっぱ10個商品出荷不可能だと思った。まあ5個ぐらい、まあ普通にやってりゃ5個、もう徹底的にこれだけやり続けるってやったら、まあ10個ギリギリいくかいかないかみたいな。まあ基本いかないんだけど、9個とかなんだけど、そんな感じです。5個ですね。残念。で、5個だったら、まあ、75銀か。さて。一回睡眠しておきますか。で、睡眠して銀を持って銀売りに行きますか。はい、銀を売りに行きましょう。てか、もう一個いけそうだな。うん、いけそうだぞこれ。ちょっと待って、銀地下か、確か。この辺入れて、金属スクラップも入れて、こうマジでさ、このなんか黒いこのゼラチンみたいなやつがなんか必要になるとは思えないんだよな。なんかいろいろ攻略サイトとか見てみたけど、なんかそんな必要になる展開がなんかあるとは思えない、今後。よし、じゃあ持ってきますか、銀。確か銀どこか入れてたはずだが。
8個あるな。よし、あーそろそろ見えてきたな。12が、12金が。多分宝飾がかなりの値段になると思うんだよね。でこれがさ、だって金装飾のディティールが34でしょ。だったら50円ぐらいでは売れるんじゃない、多分。よし、これで8金58銀か。でこれで多分 9金ぐらいにはなるんだよね、今あるものだけでも。うん、あまずい、急がないと。ちょっと忙しすぎる。やっぱ墓同時並行きついな。やはり人参とかも必要になるからね、これ。まあでも墓同時並行じゃないとさ、あの新門下のクエストが全く達成できないままになっちゃって、それはそれで。大腸が来ないんだよね、闇の腸が。ほら闇の脳は来るけど闇の腸が来ない。ちょっとじゃあ掘り返したいところだけどな、これ正直。ダメなやつとかも。これとか掘り返そうぜ。死体発掘許可証。ちょっと、こっちの辺埋めとくか。なんだ、死体発掘。死体発掘許可証っていくらかで確か売ってるんだよな。正直、結構お金の金策をしてるから、そんなにこう、金不足になってないと思うけど、これか。ちょっと結構かかるんだな、金。まあでも、埋葬証明書で売るから、結局そんなマイナスにはなってないはずだけど、合計的には。うん。よし、次の階層行くか。次の階層。回復アイテムも、ビールもあるし、次階層を目指していきましょう。15階まで到達しないといけないからね。そのスネークのミッションで15階までどうやら行かなきゃいけないらしくて、行きますか。11階、下から行くか。おお、銀あった、最強。よし、本当はダイヤの方が嬉しいんだけどね。ダイヤもでもあるっぽい、なんかちゃんと配置は絶対にされてるっぽいから。これで4銀だから。誰？何それ。ちょ、無理無理無理。何それ、何それ、何してんのそれ。しょうもな。黒煙めっちゃもらえる。5個とか。まあ5個だから別に黒煙。めっちゃでもないか、別に。こいつの方がうざいけどな、この。いい感じうざいよ、あいつ。なんだお前。あ、なんか土の精霊みたいなやつ何なんだろうな。もういいや、なんかもうアイテム取んなくていいやもん、ブラックなんちゃら。いらんだろ。うわ、出た。ちょっと。ダマスカスソードのおかげで、多分、殺傷がだいぶ楽になってると思う。血の釘破壊。はい。あー、こっちがあれか。外れだな。最後に来よう、ここ。今行ってもしょうがないわ。とりあえずさっきの分かれ道のところに行って、そっちの敵を先に殺し切りましょう。確か分かれ道がどっちだっけ。こっちだっけ。こっち確か行ってないから、こっちを先にクリアして。ああ、最高、ダイヤがありましたね。
よし、これ破壊、はい、これね、死の粉とかいらん、絶対いらん。はい、こっちの まだブラックゼラチンの方がいいわ。よし、このままのノリで15回までいけそうだな。てかさ、このミッション行ったらもうダマスカスソードいらん説あるよね。売れんのかな。売りたいけどね。でも誰に売るのかって話か。それはあるな。誰にも売れなそう。商人もなんか買い取らなさそう。買い取らなさそうだな。そういえばさ、あの鍛冶屋が1金ぐらい持ってたから、なんか これマジやめてくれ。よし、ビール飲むか。 OK、 もうちょっとだな。よし、これでいこう。これで12回か。うん、12回到達。なんかボスとかいんのかね、このゲーム。なんかそういえば全くそんなボスとかいうものが存在する前提で考えてなかったけど、いるのかな。どうなんでしょう。うわー、食らっちゃった。やべ、すげえ食らった。なんだこれ、なんかハエうざいな。ハエ地味に削られてない。なんかハエだとこいつな、このなんか炎コウモリみたいなやつ地味に削られてく気がする。削られまくってんな。よし、ここだ。あー、これで13回か。次あと3回層、13、14、15だから、あと3回層か。これ終わったら、ちょっと待って。よし。よし、OK。で、多分まだ生き残ってるから、敵が。ああ、ちょっと回復アイテム的にちょっとギリギリだな。転ばったら一回帰るか。一回戻りましょう。あ、死体が来る頃だ、そろそろ。ロバの宅急便が来るから。でも来ないか。人参入れてなかったっけ、俺。ロバの宅急便が来る頃だから、まあ、一回。ん？まだある。なんか俺分岐経路どうしたっけ。こっちで、あー上行ってねえわまだ。うわ最悪、外れ引いたな。最初にさ、こう行き止まりの方行くべきなんだよね本来。そうしたらこう何楽だったんだけど、外れ引いたねこれは。どうもなんかこのゲームでは運が向かない気がする。運が向かないことが多いような気がするよ。まあ一旦これで戻りましょう。あと3階層でしょ。で魔女のところで回復アイテム買って、でもう3階層に備えましょう。え、どっちだっけ。どっちだっけこれ。
あ？合ってる？あ、あったあった。よし。よし、13、14、15。いいね。で、これ多分これ。多分これは墓、墓じゃない。あれ、来てないな、死体。おそらく。来てないね。人参入れてなかったな。まあ、よかったよかった。別に入れてなくて正解だ。ダイヤを、加工ダイヤ入れて、ディティールも入れて。とりあえず銀焼くか。来週に備えて銀を焼きます。ずーっとこれだよ、ずーっとこれ。もう。ずーっとこれやってる、なんかもう。俺もう、動画撮ってないところでもちょっとやってたけど、いや、さすがにちょっとこれ、動画撮らずにずっとやりきる俺の精神が持たんなと思って、みんなと一緒にやった方がいいやと思ったからね、ちょっと動画回してやってるんだけど。あれ来ないな、人参じゃなかった。蝶来ないね。蝶だけでも来てほしいけどな。あ、まずい。人参こっちだ。地下にしまってたんだっけ。いや、人参置かないとロバ来ねえなと思って。でもビールがでもこういう時に役に立つとはな。回復アイテムにもなるっていうのがなかなか優れものだね。はい、人参入れます。多分これで明日来てくれるかな。間に合うのかな。このゲーム 長いことやってるけどな、これで間に合うかどうかなんかちょっとよくわかんないんだけど。血塗られた釘とか絶対いらん。下に、地下にしまってから寝よう。絶対いらないんだけどな。そういえば釘ってこの下にあったりした？特にないかも。血塗られた釘でもいいじゃんって気するけど、ね、納品するの一緒でしょ。血塗られた釘も釘も。あらやいいだろ。あらや一緒。あらや一緒。よし。で、いつもの釘作りをします。てか鉄は、鉄もちょっと取り行くか。あとす、うん、まあそうだね、鉄ちょっと取り行こう。鉄がまた枯渇しつつある。どうだろうこれ、ま、間に合うんだろうか。このロバが間に合うかどうか。あ、間に合ったな今。目押しでなんとか来ました。そして蝶があればいいんですが、蝶があるかどうか。蝶来い。来ない。さよなら。はい、それでは遺体を埋葬します。なんかしょうもないところの遺体を掘り返して埋めるわ。はい、オッケー。これだってほら1、2、3、4、5、もう5個冠がつくから
まあ、徐々にこれで切り替えていくしかないな。これも燃やさないといかんっていうね。かなりめんどくさい。なんか放置して捨て去るみたいなことができないから、このゲームだよね。多分放置して捨て去れないよな。もう一個あるって扱いにされちゃうよね。死体一個あるって扱いにされちゃうのか。まあ、死体のパレット数増やせば別にいけるけど、なんか自利品だからな、結局そんな増やしてもなんかね増やしてもそれが持ちこたえれるかって別の話だもんな。ベッド数がいくら増えても結局なんかその後処理というかね、出口戦略的なのがちゃんとないとどうしようもならないよね。とりあえず、ちょっと待って、なんか鉄がないっつってる。大丈夫か？鉄ない言うとるぞ。そんなことある？ゾンビにあれもさせるか、運ぶのもさせるか。はい、多分ね、ゾンビくん多分スタックしてると思う。上で輸送任務させてた最中だっけな。どっちだっけ、切らせてたんだっけな。忘れちゃった。地味にめんどくさいな。まあしょうがないんだが、もう一体ゾンビがいれば。よろしく。ああ、せ。大理石がパンクしてんのか。ちょっとまずいな。作っとこ。回収はできないけど。設置だけしとくか。ちょこちょこ設置しましょう。あとなんかあるっけ。特にないか。うん、ここは多分意味がある。設置する。ここは意味ないね、これ。なんなら掘り返していいよね。なんなら掘り返すべき。これは意味ない。意味ないけどつけてる。これも意味ない。意味は、まあまああるか。4つってことは。で、ここはまあ意味はあるか。プラス3までにはなるか。ちょっと。いやー、墓の仕様わけもわからず埋めてたのかな。実はね、この動画ですね、撮影してるの2010、それは嘘、2020年の、5月なんですよ。で、みんながね、コメントにね、一生懸命いろいろ書いてくれたの、実はね、聞けてないんですよ。なぜならこれは相当後に投稿されるだろうから。多分このシリーズ、おそらく投稿されるの、夏ぐらいになるかもしんない。だから未来の俺に対して語りかけてる。これは未来の君ら。よし、ちょっとまた死体をあれしましょう。蝶があるかな、あったらいいんだけどな。ない。お、なんかヘボ死体だな今回。なんか新鮮度が関係してるってあんまりなんか分かってなかったね。バカだから、バカすぎたな。普通に何も考えて脳死で植えまくってたわ。ダメだろこれ。掘り返そう。これはい、これダメ。この死体
こっち植えます。でその代わりこいつをちょっと焼きに行く。やべえな、こう地獄みたいになってる。ちょっと焼きますわ。焼くしかないのかな、なんか放り捨てるみたいなさ、なんか川に流すみたいなんてできんのかな。川に捨てる。大理石ちょっとあと1個か、あと1箇所どっかに置くか。なんか意味のありそうなところ、あー、まあ、意味ないことはないけど、まあ、ここは意味あるな。意味ある、これ意味あるか、意味あるかないかのさ区分けみたいなのをさ、ちょっとかなりやってかなきゃまずいよね。意味ないところはとことん掘り返して捨て去ってってしないとまずいよね。まだ釘作りかな。あと2日後か。微妙だな。今回出荷数少ないぞ、多分。まあ、ちょっと、ダンジョンに潜ってたってのもあるけど、出荷数がちょっと心配されるな。あ、でもミスチャームの日か。あ、明日がミスチャームの日か。今日はあれか。今日はあの、お坊さんの日か。多分今日人参ないわ、入れてなかった。え、どうだろう、今入れてくんのかな。人参間に合うのだろうか。間に合わなかったら間に合わない時で入れとこ。で木箱じゃなくて先にこれ作るか。いや、先に釘作りましょう。多分300個ぐらい必要なんだよね、これ。5箱出荷するのに300個必要だから、相当数だね。うん。まだちょっと作んないといけないね。寝ます。で、次の日ミスチャームに会いに行って宝飾売ってみよう。宝飾がいけるのかどうかわからんが。なかった。ロバ間に合わなかったか。明日か。オッケーオッケー。うん。で、一気に木箱を作って出荷しますか。まあ、街に行く用事もあるしね、ミスチャームに会いに行って宝飾品売りたいし。銀がな、もう少し取れたらいいんだけど。7個か。心もとないな。今週の収益は心もとないぞ。ただあと2週間ぐらいで終わると思うけどね、銀にか、鉄に関しては。あ、鉄じゃない、お金に関してはあと2週間分ぐらいで多分終わるような気するけど。終わらないかな、終わると思うけどな、金に関しては。あ、このゲーム内2週間ね。リアルじゃなく、リアルというかあれじゃなくて、ゲーム内2週間ぐらいだと思うけどね。そんなことない、そんな甘くないかな。ちょっと待って、縦切り丸太材ちょっと切り出すわ。多分なんか そんなもんだと思うけどな。で、
待ってね。あー、4つか。とりあえず4つ作業しましょう。ビールを昼間からビールを飲みつつ作業する墓守の鏡で、宝飾ある。宝飾どこだっけ、なんか入れたっけ。もう作れないかな、そもそも。まだあと1個ぐらい作れるんじゃね、実は。作れるね、宝飾あと1個作れるね。よし、これだけ作って5個売っ払いに行くか。5個あるぞ、宝飾売りに行きます。デッドホース亭売りに来たぞ。いくらで買い取る、貴様。お、思ったよりいい金するな。え、ちょっと待って。おい。マジか。1週間に1個しかこいつ売れねえのか。Oh my goodness。Oh my goodness。香水とかいらないんだけど。なるほど。了解了解。1週間ごとにちょこちょこ売っていくしかないってことね。分かった。よくできたゲームだな。よくできたゲームだこれ。よしよしよし。でももうちょっとだぞ。今10ほぼ10金だから、多分商人来たら銀とこの箱を売って11金にはなると思うんだよね。で、来週ミスチャームに売るのと、あ、いけるなこれ。来週達成するぞ、金。うわー、よかった。マジかって感じだもんな。マジマジ一番達成感あるかもこのゲームで。金ちょっと12金は難易度高すぎないっすかね。なんかむちゃくちゃ難易度高いと思うけど。そんなことないかな。何パートになんだこれ一体。よし、とりあえずちょっと、ね、一回寝て、もう一個ぐらい多分箱詰めできるから、もう一個ぐらい箱詰めしよっか。宝飾はちょこちょこ売りに行かなきゃダメ、これは。話にならん。うん、まあそんな感じか。はい、ってことでこんなもんで、おつ。